僕は、えー、とチームラボという会社をやってますチームラボはそのエンジニアだとかプログラマーだとかデザイナーだとか CG のアニメーターだとか建築家数学者そういうふうに実際手を動かすスペシャリストそういうスペシャリストの集団でできてますスペシャリストが自分の専門領域の範囲を超えて共に考え共に作るそういうプロセスを通してものを作ってるそういう集団です 僕らはそのサイエンスだとかテクノロジーだとかデザインだとかあとそういうものの境界線を曖昧にしながらえ実験と革新そういうものをテーマに何か自分たちが作る作ることを通してもしくは作るプロセスを通して何か未来のヒントみたいなものを見つけていければいいなと思ってえやっています。僕らはえ社会にとってテクノロジーとえークリエイティビティ そういういもものが最も重要であると考えて起業しました今日は自分たちの活動を通して普段感じていることそして発見したこと具体的には個人や社会にとってのクリエイティビティそういうものは僕たちが認識している以上に豊かな文化の上に成り立っているそういうお話ができればいいなと思っています。 情報社会になって情報の共有スピードが極めて激しくなって例えばその特にその言,語で言語で言語化できる領域や論理化できる領域そういう領域は共有スピードが極めて激しいので競争の差異を生まなくなってきているような気がしてますむしろかっこいいとかかわいいとか気持ちいいとかおもろいとか まあそういう領域を僕らは分解依存度の高い領域と呼んでるんですけども分解依存度の高い領域こそが競争の厳正になってきてるつまり分解依存度の高い領域はえ作る方法論が言語や論理で記述できないよって共有しにくい共有しにくいがゆえに競争の厳正になっていくつまり差異を生んでいくんじゃないかそういうふうに考えてますそういうい意味で 僕らは僕らの文化そのものを紐解いていきたいそういうふうに考えています文化といっても表面的な形式ではなくて文化の裏側にあるような世界をどう捉えているか世界をどう認識しているかそういうものをちゃんと紐解きたいと思っていますそういう意味で僕らはアート作品を作ってい,る作っていますアート作品を作るプロセスを通して 自分たちの文化の裏側にあるようなものそういうものをちょっとずつでも紐もけていければいいなと思って作っているのです具体的にどんな作品を作っているかというとこういうような日本画のようなアニメーション日本画のような映像作品を作っていますどういう思いで作り始めたかというとその西洋文明が入ってくる前 その昔の日本人にとって昔の日本人は今と違ったふうに世界を捉えていて今と違ったふうに世界を捉えていたがゆえによく日本画は平面的だと言われますけれどもそれは現代人にとって平面的に見えるだけであって当時の日本人にとってはそれは空間に見えてたつまり今の人が写真を見て空間だと感じてたように 当時の人にとっては日本画を見たらそれは空間だと感じたしもっと言うと世界を見た時に日本画のように見えてたんじゃないかそういうふうに思ってますそれはつまりもっと言うと西洋,西洋のパースペクティブと同じように日本画にも空間認識のちゃんとした論理構造があってそれはパースペクティブとは違うけれどもきちんとした空間認識の論理構造があるそういうふうに思っているんです 僕たちはそういうような論理構造を模索してそれを自分たちは超主観空間と呼んでいるんですけどもそういう論理構造をもとに作品を作っていますつまり具体的に言うと一旦コンピューターの裏側にこのように一旦空間を作ってオブジェクトもその立体的に全部作っていってで一旦今空間このように空間を作ってって言ったんですけどもこれはコンピューター上に作った空間を パースペクティブで見た図ですよね。ディスプレイに表現された時点で空間は表現できないので何らかの論理変換をして、えー、平面に落としてディスプレイに表示してるんですけどもこれはコンピューター上の空間をパースペクティブで見たで僕ら。僕らが模索した日本の空間の論理構造そういうもので平面化し,してですねこういうふうな平面にしてます。これは裏側は同,同じ空間を パースペクティブで見るとこうなんですけども日本的な空間認識で見るとこういうふうになってそういうふうに論理構造をもとに空間を論理的に平面化して映像作品にしてます実際このように作った作品を展示していると見終わった人たちが見終わった後チームロブさんは何レイヤーでアニメーションを作ってるんですかみたいなことをすごい質問されますよくその 自分はです、ね、いろんなところで国語力がないだとか日本語が崩壊してるだとか何言ってるかさっぱり分からないだとかそのネットを見ると書かれてたりするので多分僕の日本語が崩壊してるがゆえに何言ってるか分からないんだろうなと思って悲しい気持ちにいつもなるんですけれどもまあ一生懸命空間で作ってるんですよって言っても「そりゃそうですか」で一体何レイヤーでアニメーション作ってるんですかみたいな「バカにしてんのかな?」 って思うこともあるんですけど冷静になって冷静になってあの自分たちが作ったものをこういうふうに見ると確かにその空間で僕たちは作ってるものの出来上がったものを見るとまるでいくつかのレイヤーで描いてるかのように見えますなるほど確かにレイヤーで見えるとつまり日本の空間認識で世界を見るともしかしたらレイヤーに見,見えやすいんじゃないかもっと言うと 昔の日本の人たちは世界がレイヤーに見えてたんじゃないかそういうふうに思い始めたんですそういうふうに考えるといろんなことがつながっていって例えば世界がレイヤーに見えてると実際人が人工的に空間をデザインするとき実際人が人工的に空間をデザインするとき世界はレイヤーに見えてるのでデザインもレイヤーになりますつまり人が空間をデザインするときレイヤーでデザインしたんではないかこれは典型的な日本のお庭実際レイヤーでデザインされてます 尺形までありますケ景は1個のレイヤーですね、本当はすごい空間なのに。レイヤーでデザインされていてで、逆に西洋は世界はもちろんパースペクティブで見ていたので、世界はパースペクティブで見てると、実際人工的に人が空間をデザインするとき、パースペクティブでデザインしたんだと思うんです。これは典型的な西洋のお庭。パースペクティブでデザインされてますよね。パースペクティブっていうのは えー、パースペクティブでデザインされた空間というのはもちろん横に動くと空間が歪んでしまいますつまり空間が歪歪んでしまうので横に動けないなので動線がこのようにまっすぐ動線ができたんじゃないかそういうふうに思うんです逆にレイヤーでデザインされた空間というのは正面に移動するとレイヤーが壊れてしまうので正面には移動できなくてただし横方向に中心という概念がないので横方向に自由に動けます横方向にに自由に動けるとということは 横方向に動線ができたんじゃないかそういうふうに思うんですつまり空間のデザインの違いが人の動線の違いを生み人の動線の違いを生んだからこそ例えば西洋の人は自分の動きに対していつも世界は正面にあり日本の人は自分の動きに対していつも世界は左側にあったんじゃ横側にあったんじゃないかそういうふうに思うんです一瞬話変わるんですけどこれはマリオ 僕大好きなマリオ,マリオ実はマリオというのは世界で一番初めにその世界で初めて横スクロールアクションという概念を生み出して実際世界中で大ヒットしています世界中の人々はマリオを生んだ人に対して天才なんじゃないかと神のように称賛していますでも考えてみてくださいマリオを生んだ人は京都にいて京都は伝統的な日本の空間 伝統的な日本の空間の認識によってデザインされた空間にあふれていてもしかしたら毎日の生活の中で自分の生活に対していつも世界は横側にあってその横側にある世界はレイヤーでデザインされていて毎日普段の生活の中で見てる風景をそのまま世界にゲームという世界に落としただけなのかもしれない実際マリオっていうのはよく二次元二次元と言うんですけどもマリオの背景っていうのはレイヤーでデザインされていて実際マリオを 遊ぶとまるで空間の中をマリオが駆け巡ってるような感じに子供の頃みんなしてたと思うんですね。また話変わっちゃうんですけどこれは有名な「楽中楽合図」まあわかりやすくや、ま、典型的な「大和絵」ですね。これは「ドラクエ」再び「マリオ」全然関係なそうですけども実はこれは同じ空間認識 による平面だと僕らは思っています全く同じ空間認識の論理構造で出てきた平面だと思っていて例えばここにはしごがあって横に橋がありますこれ学校の先生が怒られる絵ですよねでも日本の空間認識の論理構造でいうとこのはしごと橋は正しい正しい表現なんですねで今散々空間認識日本の空間認識って の論理構造みたいな話をしてるんですけれどももうちょっともうちょっと考えてみましょう考えやすいために西洋のパースペクティブからおさらいしましょうみんなもしかしたらわかるかもしれないけどもう一回おさらいこれは有名なおばちゃんの絵ですよねこの有名なおばちゃんの絵はもちろんパースペクティブ西洋の絵なのでパースペクティブによって認識されていますパースペクティブっていうのはえまあ画家視点があの青い人だとしたら こういうふうな三角形の水色の水色の空間を認識してるってことですねおばちゃんは赤い人ですよね水色の空間の中におばちゃんが真ん中立ってますそういうふうな水色の空間の中におばちゃんが立ってる絵をパースペクティブで平面化したのがさっきのおばちゃんの絵ですねでここで絵を見ながらさっきのおばちゃんの絵を見ながらおばちゃんになりきったとしましょうもちろんおばちゃんにはなりきりたくないんですけどここは我慢しておばちゃんになりきりましょう 仮におばちゃんになりきったら見えてる風景は我々側、つまりあの図でいうとピンク側ですよね。おばちゃんになりきったらピンク側,ピンク側の風景が見える。つまり絵を見ながら絵の登場人物になりきると見えてる風景は変わる。まあ当たり前ですよね。じゃあ日本が、山戸えもう一回見ましょう。これは有名な山戸え、典型的な山和えですね。山戸えどういうふうに空間が見えてたのか。 大和絵に視点という概念は極めてないと思ってるんですけどここでは分かりやすいために視点があるとしましょう視点があの青い人手を挙げてる青い人あの人は四角い水色の空間が見えていてその見えてる風景を変えたのが左側の山戸絵ですねまさかこんなふうに世界が見えるはずがないと思うかもしれないでもそれはたまたま西洋文明に侵されてるだけでもしかしたら見えてるかもしれないそもそもだってごめんなさいそもそもだって人はこんなふうに見えてないです 人間の目っていうのは極めてフォーカスの範囲が極めて浅くて極めて狭い例えば僕の顔を見た瞬間ス,スクリーンは見えてないですよねもしくは僕の顔を見た瞬間前の人の後頭部は見えてないですよね視界に入ってるはずなのに見えてないつまり極めて浅くて極めて狭いんですねそれは自分たちが認識している以上に極めて浅くて極めて狭いでもそんなに狭くてそんなに浅いと思ってないですよねなんで思ってないか もちろん時間人間には時間軸があって視点もいっぱい動いてフォーカスもいっぱい動いていろいろ認識しているその時間軸の中でいっぱい認識している狭くて浅い部分を脳の中で論理的に合成してるんですねその論理構造がパースペクティブの論理構造で認識しているだから人間は今風景がまるで写真のように見えてるような気がするし写真を見たらそれは空間だと感じる。 そういういわけですねだから所詮これも脳の合成だと考えればこういうふうに見えてたとしてももしかしたらおかしくないかもしれない、まあ、納得いかないかもしれないここではこういうふうに見えてたとしましょう昔の日本人はで青い人が、まあ、四角い周りの空間を見えててそれがあの,あの風景ですねあの絵です仮にそういうふうに見えてたとして、えー、黒い服を着たおっさんがいますよね 黒い服が着たおさんちょっと位置が違いますけども簡易的にそれは赤い人だとしましょう。で赤い水色の空間に赤い人がいるそれを見てるのがこの絵ですよね仮に絵を見ていて絵を見ていて黒い人になりきったとしましょう黒い人になりきったら見えてる風景はこの水色の部分ですよねああピンク色の部分ですねピンク色の部分が見え黒い人が見えてる風景見えてる風景はほとんど変わらないですよね。 つまり何が言いたいかというと、絵を見ていて、絵の登場人物になりきった、絵の登場人物になりきっても見えてる風景は変わらないんですね。言い換えると、絵を見ていて、絵の登場人物になりきっても、絵を見続けれる。さっきのおばちゃんの絵は、絵を見てて、おばちゃんになりきった瞬間、絵は見続けれない。でも、この絵は、絵を見ていて、絵になりきっても見えてる風景変わらないので、絵を見続けれるんですね。また再びドラッグへ。 僕は子供の頃ドラクエをやって、レベルアップをするたびに狂気してました。まるで自分事のように嬉しかったんです。自分事のようにではなくて、自分事だったんですね。自分事だった。でも映画と違って、ゲームっていうのは操作しないといけない。ゲームを操作するっていうことは、絵を客観的に認識して、絵の中のどこに人がいて。 どこの位置に今客観的にいるから上に操作するとか右に操作するっていう操作するわけでつまり絵を絵として認識し続けなきゃいけないにもかかわらずレベルアップするために自分ごとのように喜んだつまり完全に登場人物になりきりながらも絵を見続けてたんですね逆にパースペクティブの世界だと登場人物になりきると絵は見えなくなるなのでどうなるかっていうと 逆に登場人物が出せれない典型的なアメリカのゲームですね。なので銃だけだとかハンドルだけだとかコクピットだけだとかそういうふうになる。もちろん大げさかもしれないけれどもその先人たちが長年構築していった日本の空間表現を実は現代の日本人も無意識に受け継いでいてその日本の空間表現がインタラクティブなコンテンツである ゲームの空間表現に非常に相性が良かったのではないかだからこそ日本の当時のゲームっていうのは世界中を夢中にさせることができたんじゃないかそういうふうにそういうふうにも思えるんです、まあ、何が言いたかったかというとそのクリエイティビティっていうものは自分たちが思っているよりも個人個人の能力をはるかに超越して豊かな文化の上に成り立っているそう文化は長い歴史の中で 非言語にそして無自覚に連続しながら新たなものを生んでいっているんですねそれはもっと言うと文化を生み続けることが文化を連続させていくことであり文化を生み続け文化を連続させることがこ個人のもしくは社会のクリエイティビティを生んでいると思うんですね今日はありがとうございました